はい、ということでこれからね2日目ですけど2日目動画的にね動画的に2日目でね、はい、30分後なんですけど、そうですね、はい、ついにね入ります、本会場ですね、本会場です、入らせていただきます、はい、いやプレスですよ、プレスパスで入りますよ、リコさんですね、リコ大好きですからね、そうですね、カノシさんが今 GR 使ってますからね、うん、デジタルですけどね、あ GR あるよ、で GR の新型ですね、かっこいい、今までより大きい、やっぱセンサーがやっぱりあれですね、デジタル時代とはやっぱり違いますね、昔よりは一個前よりはちっちゃくなってる、あそうなんですか、2より、はい、カスタムでここ見なくても GR デジタルとはもう全然別物なんですね、 GR デジタルぐらいの大きさを目指して作った感じ、ああなるほど、センサーが9倍大きくなってるのに、そうですよね、大きさは変わってない、そうやっぱり GR は統一されてますね、さらに拍車がかかって、通常だと10センチ、はい、マクロモードにすると6センチ、マクロモード、ほう、最後の最後で寄れますね、寄れる、え、かっこいいすごいタッチパネルですからね、今の GR、タッチシャッターついてます、はい、おーすごい、シャレてる、かっこよくない、いや、いいっすね、いいです、そのうち、マジ憧れ、いや、こういうのプレゼントとかにいいですよね、人にもらうとめっちゃ嬉しいですよ、ね、たまんない、たまんない、ちょっと待ってくださいよ、タムロンさんあるじゃないですか、タムロンさん、ちょタムロンさんちょっと僕いいですか、はい、これだ、うわなかなかのサイズ感ありますね、大きさはでかい、なかなかでかいですね、まあ、シグマとかあんま変わんない、へえ、ちゃんシグマよりでかいからそんなことはないか、さすがにもう回らない、見てください、タムロンの最高技術を結集した単焦点レンズです、単焦点 35mmF1.4、 いやこのちっちゃいこの作例見る限りですけど、めちゃめちゃボケ綺麗ですね、これあ、本当だ、ボケがすーボケのタムロンですからね、いやいいな、超期待っす、これ超期待、超期待っす、 35mm 超期待っす、次はやっぱりニコンさんですよ、僕と言ったらニコンさんですよ、まあもちろんソニーさんもいいですけど、ソニーさん今回は多分 135mm の 1.8G マスターと、あとはもう6400ってのが出たんですけど、それはもう多分散々いじり倒されてるんで、まあ特に触れなくてもいいかなってことでニコンさんに行こうと思います。ニコンさんはですね、まあ、Z ですよ、なんといっても Z、 ゆうきさんが使ってるシリーズですね、Z ですよ、新しい広角レンズと、あと2470か、じゃあゆうきさんが体験ですね、今度はシーファームウェアで実装される機能なんですけど、うん、今って一応顔認識のフォーカスで、うん、結構でも瞳に来るんですよ、実際、うんうんうん、って言ってるから今まで以上に精度が上がるって感じですね。お、470あれですね。フードが、うん、こう前面につくタイプですね。ああ。今までのニコンの2470ってここにフードがついて、うん、フードの中でこう鏡頭が伸び縮みしてたんで、うん、まあその一見するとインナーズームに見えてたんですけどね。今来てないな。今普通の顔認識です。あ、来てますね。真横になると。ちょっと怪しいけど、ある程度正面来てる場合は大丈夫そうですね。へー、あーちょっと正面来たらだいぶ来ますね。これ目に反応してるの？そうですね、瞳 AF って言って、今までは従来この顔認識だったんですけれども、うん、まあ、それが瞳に行くことによって、よりその目にピントの来る精度っていうのが上がるってことですね。目がすごいと、目で合うと、ちゃんとニコンのカメラでも瞳エーグがこれから乗るよということですね。ファームアップで乗るよってことですね。あった、あった、大目玉です、これ今回の目玉です、これを見たかった、よし行こう。さっき GR で、うん、このロマンだって言ってたじゃないですか、はい、このレンズは、はい、カメラ業界すべてのロマンです、ロマン、ロマン、ロマンの塊です、ロマンでしかない。念願の。さあ、まずいいですか。はい。でかい。めっちゃでかい。これ同じ58ミリです。あ、サイズ全然違う。
一段違うとレンズのサイズこんな変わるんですね。すごい、もうぶっとい。まずこの今の環境下で、うん、まあじゃあ通常 F2.8、まあ標準だったら明るいですよね、うん、のレンズでシャッタースピード250分の1稼ごうと思ったら、今これ多分 ISO 200とか250ぐらいなんですけど、じゃあこれが 0.95 になったら ISO 64でもちょっとオーバーなんですよね。オーバー500分の1稼げるんですね。ってことはすごいシャッタースピードが速い。速い。ただ、まあ、マニュアルフォーカスなんでこの辺はシビアです。ちょっとぶつどっていいですか。はい。めっちゃテンション上がってる。こんなテンション上がってる珍しいよ。フィルター径何ミリ。あ、82。 82? 意外と82でいけるんだ。82ミリ。意外と82でいけるんですよ。使わせてもらった体験してきたレンズ。作例こんななんだ。すげー綺麗なボケです。美しい。え、これ、え、なにこれ、え、これキラキラ加工とかそういうわけじゃないですよね。天体ですね。成形写真ってやつ。え、星がこんなに明るく映るってこと。そうですね。シャッター時間2秒でここまで映るんですね。すごっ。めっちゃ上がってましたね。最高、欲しい。さて次は僕が使っている一眼、パナソニックさんですよ。パナソニックさん、今回の CP クラスの大目玉と言ってもいいですね。 S1SR フルサイズミラーレスですよ。わ、結構大きくて重いっす。お、ごっつ。ちょっとまずサイズ感すごい。なんか一回りでかいですね。ね。だからフルサイズの、まあ、一眼レフ、ニコンでいうと800シリーズとか、うん、まあ、キャノンでいうと 5D とかと同じような感覚ですね。結構違いますね。こっちの方がやっぱ小さい。ちっちゃい。なんかすごい詰まってる感が。正直僕こっちの方が好きです。お。レンズを乾燥した50mm に変えさせてもらいました。お、50の 1.4 なんですけど、はい、でかくない。すごい、テンション上がりますね。やっぱりでかいと。やっぱね、結構でかくて重い方が安定しますよね。あー、そっか。で、ここ注目ポイントですけど、絞りリングがついてるんですよ。うん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 。もちろんオートでその電子的に絞り変えられるんですけど、うん、だからこの絞りリングついてるのってちょっと嬉しいですよ。できた。うわ、シャープだな。おお、50ミリの絵なんですけど、シャープです。非常にシャープです。で、そう、これあれなんですよ。メモリーカードが、うん、XQD なんですよね。あ、今入ってないけど XQD 入るんですよ。はい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 。信頼度が高いってことだね。まあ、ニコン使ってる僕としてはやっぱり XQD ちょっと採用してくれて嬉しいですよ。現状今各社さんフルサイズミラーレス出てるじゃないですか、うん、僕ニコンじゃなかったら多分これです。あ、すごい。いや、ただ重いです。でも重いのもいい。重いのが逆に僕はいいかな、うん、藤森のターンエンドということでですね、やっぱりオリンパスかな、マイクロフォーサーそうですね、ユーザーとしては。そうですね。ちょっと待って、抽選で当たるよ。ほら、ちょっと欲しいね。欲しい。パソコンくれるって。マジか。乃木坂のファイルも欲しいよ俺。オリンパスよりこっちかもしんない。体験するとファイルくれる。そう、でも俺ラウゲンゾーわかんない。ローか、ローですね。ラウゲンゾーわかんない。本当にうちと同じ形。おー、これこれこれ、ここ開くんだよ。うん、あ、あった。ここです、ここです。後ろに2人が回らないようにこのオクタを使っているわけです。高めたモデルに仕上がっています。すごいよ。で、これを、必ずが飛んでくるし、
触っていいですか。これはすごいズーム。これって新しくこの間発表されたやつですか。あ、そうだ。だからマイクロフォーサーズのもうトップオブトップですよ。もう超ガチガチ機材ですよ。オリンパスさんはもうマイクロフォーサーズで行くぞと。このサイズで300ミリですからね。まあ、換算600ミリです。小ささは正義。すごい。S1R とは真逆を言ってます、ね。あ、いた。野鳥写真向きの標準です。すごい。オリンパスさんはデザインすごいいいですからね。ね、めっちゃかっこいい。ペンシリーズから始まり。ね、いや、OMD、いいや。OMD かっこいい。F2 なんでそこそこまあボケてるか。あ、いいなこれ。ね、これいい。シルバーめっちゃかっこいい。シルバーいいですね。あ、いいな、欲しい。シグマさん。シグマ。目の前にあるんですけど、ちょっとシグマさんブース行ってみようかなと思うんですけどね。シグマさんこれですね。毎回ちょっとね、面白いものがあるんですよ、シグマさんには。多分今回も展示されてると思うんで、それを見に行きたいなと思います。カメラとはレンズが主役なのか、カメラが主役なのか、もはやわからない。これすごい。こちらエビフライと言いまして、ね、エビフライ200ミリから500ミリのズームレンズで、はい、なんと 2.8 です。これを試してみましょう。これどういうこと、どういうこと、どうすればいいの。とりあえず半落ちすればいいの。おお、これは今何を見てんだ。あ、いいですね。これ戦場で使ったら多分間違って撃たれます、ね、そっか、DJI さんってドローンだ。ドローンです。出力商品はそうですよ。そうだ、あー、おーおーおお、大人気だね。オズモポケットはすごい人気だね。やっぱりみんなね、おう、大注目ですよね。すごいな、すごいすごいすごい。これは何ですか。ピンホール。あ、取れた。取れた。わかる、もやっとしたの。これすごくない。なんか iPhone についてるよ。コンデジ的な感じですね。ここからもうシャッター押すだけでシャッター切れる。ほう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 。でここでモード変える。ここで露出を変える。ああ、なるほど。あ、本当にカメラみたいですか。そうなんです。で半押しができるんで半押ししてピント合わせました。はい。で、ああなるほど。フォーカスロックができる。これすごい。これすごい。これめっちゃおもろい。はい。これですよ。これはどういうこと。僕が見たかったのはこれです。はい。個人的には今回のメインに近い。ほう。どれなんだ。要は、うん、ニコン Z って、うん、サイズミラーレスの中で一番マウント毛がでかいですね。うんうんうん。ってことは一番マウント毛がでかいってことはその他のレンズマウントアダプターつければ全部ついちゃうんじゃねえか説。はあ。世界初。キャニコン。キャニコン。なるほど。これを待ってた。すごい。これを待っていた。これでいい。さん。うん。なんか面白いことやってますよ。あ、やるやる。何すればできる。抽選会して。マンスロット。じゃあやりましょうよ。どうも。はい。行ってください。じゃあ行きますよ。はい。これにします。はい。行くよ。せーの。はい。ゴリラポット。ゴリラポット。オリジナルショー。じゃあ俺も、はい、え、早くね、引っかかってる。開けます。クリーニングクロスショー実用的でした、はい、すげえ嬉しい。なんだっけ、ゴリラポットオリジナルとゆうきさんのクロスいただきました。イエーイ。いやー、メガネ不幸。メガネかっこいい。それえ、な、上に GoPro みたいなのついてる。 GoPro ついてる。 GoPro 的なのついてる。 RX-O。 何 RX、 あ、ソニーの RX だ。はい、はい、お疲れさまでした。暑いっす。いや、どうでしたか今日の写真部課外授業。大量のガジェットを見て、うん、頭こんがらがっております。ね、アウトレットの時はまだ
一つ、単純でよかった頭が。そうですね、もうね、いろいろありすぎてわからない、専門的なものが多すぎるから、うん、もうわかんなくていいんですよ、うん、なんかすごそうとか、うん、なんかいつかああいうの使ってみたいなとかでテンション上がってればそれでいいと思います。はい、細かいことはいいんです。別に細かいことはいいんですよ、いいんですよ。ただね、これね、まあこれ2本目の動画になってると思うんだけど、うん、その前の動画で嘘ついてることを思い出しました。なんだ。僕 CP プラス来てます。あ、初めてじゃなかった。数年前に来てます。あ、初めてなの俺だった。あの YouTube 始めるときにカメラを選ばなきゃいけなくて、はいはい、メーカーの人に聞いちゃおうと思って。ああ、来てたんすね。1回来てます僕。先輩じゃないですか。じゃあそうなんですよ。なんだ、パナソニックさんに話聞いてます。あ、で今パナを。そう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 、そういうことです。なんだ、はい、そういうことあったんだ。はい、はい、そんな感じでですね、CP プラス2019楽しんでまいりましたけどね。まあ全部はね回りきれてないですけど、そう、まあ3分の1ぐらいはね、うん、ざっと見れたかなと、うん、思いますね。ね、まあお腹も空いたし、もうお家帰ろう、ね、雨も食べて、雨も強いし、ね、うん、マラソンも控えてるし、うん、これぐらいにしましょうかね。いや今日はありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。よし、ということでね、今回は CP プラス2019楽しんでまいりました。ぜひね、まあ来年になるのかな、明日になるのかな、分かりませんけど、行ける方はね楽しんできてください。ということで、パシフィコ横浜からお送りしました。以上、セシオバラ馬彦でした。バイバイ。